クロ、しっかりしろ。津波に飲まれたからか。まずいな、海やキャッチの領域だ。このままでは不利だ。ちくしょう。なんだと？ダボ？なんで？こやつはダゴンではない。え？なんでダゴンが2匹？おのれ、つがいを呼びおったか。はい、しがみついている方はシュドラ、ダゴンの妻だ。父なるダゴンに母なるシュドラ、こやつらはつがいでディープワンズに崇拝されておる。な、反則だろう。調子に乗るな！
大丈夫か、ハル。だが、戦況は芳しくない。ジン。なんだ？ゲゲゲゲ！なんだと？なんつうか、あれはさすがにわらわも驚いた。バカでかくなりやがって。とりあえず合体怪獣ゴンドラと命名しておこう。バカなことをございている場合か。来るぞ。くっ、大真面目なんだけどよ。バルザイの炎月と力を与えよ。
正面から来るぞ。だけど、全く効かなかったわけじゃねえだろ。だったらもう一度だ。うつけ、まだだ。まだだ。カイロの復活はまだか。ある。なんだ、今立て込んで。この前取り戻したやつ、あれ使えないか。フットグラカー、危険な影だ。正当なデウスマキナたるベルゼビュートですら、厳重な防御陣を張り巡らせてから力を放っていた。それほどにクツグアは厄介な存在だ。断片の段階であの威力、わらわ本来の力で放てばどうなることか。だけどこのままじゃどの道やられちまう。覚悟を決めるしかねえ。ある。分かった、フトグアの呪力を解放する。よし。
のわらわはどうなっても知らんぞ。生半可な威力では収まらんからな。食べろよ、クロー。久しぶりに不愉快なものを見たよ。クロウちゃんもいけずだな。あんな奴の力を借りるなんて。今のクロちゃんで大丈夫なのかな。あいつは気が荒いからね。始まった。ガグア・ナフルダ軍、いや、クトゥグラ
ははこいつはすごいものを見たな。なるほど、あれは化け物だ。化け物だと、神すらも殺すとんでもない化け物だ。なるほどなるほど、グランドマスターが目に留めるのもわかる、わかるよな。だがまあいい。確かに我が手に、さらには実に有意義かつ興味深いデータを得ることができた。めでたい、めでたいよな。これで C 計画の鍵の一つが揃った。発動の日も近い、近いぞ。そしてもう一つの鍵も。暴君よ、すごい、すごいよ。もうあのプラズマ体を操れるようになったなんて、予測を上回る成長ぶりだ。今回は本当にもしかするともしかするかもな。今度のゲームは僕でも予想しきれないようだ。頑張ってくれよ、クロウ君。おやおや、ようやく晴れたようだ。目に入っただけのことさ。ただの本当にほんの少しの小休止、ほんの少しだけ許された安息の日々。来るよ、とんでもなく大きな嵐が来るよ。大理不尽の嵐が来るよ。ああ、嬉しいな、楽しいな。世界はこんなにも悲しい喜劇に満ちている。
そもそもクトゥグアの力は専用の呪法兵装を用いて制御していた。だがそれもマスターペリオンとの戦いで失われてしまったわ。呪法兵装？どんな？銃だ。銃？ああ、攻撃に指向性を持たせることで制御していた。銃か。